病院も町も一度泥をかぶ津波をかぶっているので、あの瓦礫まみれの泥まみれだったんですけど、さすがに見た目は随分片付いてきた、綺麗になったんじゃないかなと。外来はだいたい100人前後、最近はインフルエンザが流行っているので150人超える日もあります。あと在宅で70人ぐらい寝たきりとか、まあ、病院に来るのが大変な患者さんを見てます。震災の影響はみんなあるんですけど、家とか家族とか亡くした人は外来に来るたびにこう話しながら泣かれたりとか、そういうことがありましたね。病院としてはですね、地域的に医療資源が圧倒的に少ないので、医師を確保してもっとたくさん患者さんが見れるように準備中なんですけど、病棟を再開したりだとか、外来も在宅もおそらくもっとニーズはあるし、足がなくて病院に来たいけど来れない患者さんもたくさんいるので、おそらく送迎のサービスなんかも必要になる。圧倒的なニーズというか、地域に必要とされている感じ、ありがとうと言われると普通に嬉しい、関わってしまったので、やるとこまでやりたいなっていう